うなんでしょう。出ます売れますって言ったっけな。今日ね、理想ではね、6時手前に帯広に着きたかったんですけど、ちょっとむずいかもしれないですね。海洋台まで行くとなると、帯広の豚丼は明日かな。今1時半か。やっぱ朝ね、風が強くて雨も結構降ったんですよ。本当はね、もうちょっと早く出発したかったんですけれども、ちょっとね、エゾライダーさんでグダグダとしちゃったんだよね。桜の滝、もうすぐですね。ちゃんとね、看板も出てるんですよね。青々としてるね、色が綺麗。ここです。は？ちょっと待って、どっから見りゃいいんこれ。え？あ、ここね。あ、びっくりした。はい、さあ、この先に桜の滝があるところですね。行ってみましょうか。桜の滝、思った以上に良かったですね。桜マスがこうピョーンピョーンって跳ねてるんですよ。跳ねてるっていうか、その滝を登ろうとしてるんですよ。いやー、なんかついつい応援しちゃいましたね。なんか頑張れ頑張れって、と同時にね、なんか自然って厳しいなーって思いました。じゃあ次は上の小池ですね。上の小池来ましたよ、見たかったとこなんですけれど、ここは県外で、ナビが起動しませんと。ちなみにですね、エズライダーさんの専務の話によると、上の小池は曇りの方が透明度が高いらしいです。まあ今日めっちゃ晴れてますけど、晴れ男だからね俺。今日雨予報だったんだよ最初。さすが俺。さあ、もうすぐ上の小池ですよ。もう完全にダートですね。きっつ、2キロぐらいダート区間があるっぽいんですよね。でね、この木漏れ日がね、全然地面というかボコボコは見えないんですよね。結構怖い。ただね、そんなに走りにくいダートじゃないんで、喋りにくい。だからまあ御車でもね、全然問題ないはないんですけれど、別に走りたいかと言ったら走りたくはない。ただこの先にある上の小池が見たいだけです。ああ、着いた、疲れた。さあ、念願の上の小池です。めちゃくちゃ透明度が高い。怖いよこれ。確かにね、太陽が雲で隠れる時の方がね、綺麗に見える。やばくないですかこの水の綺麗さ。最高。よかったな上の小池。俺好きですよ。いいとこだ。このダートさえなければね。さあ、お次はですね、浦間周湖です。浦間周湖、なんだ展望台、上の小池からですね、南下するのかな。南下するとあります。だいたい9キロぐらい。上の小池からすぐ近くですね、浦間周湖展望台。ここを右か、3キロ。表間周、浦間周って言ったっけな。で、表間周が晴れてると浦間周が曇ってる、霧があってその逆もあると、そういうことが多いと言ってましたね。なんかすっげー晴れてる、てかめっちゃ晴れてる。これはもしかして、もしかすると晴れの間周湖、
駐車場。すごい晴れてるように見えるよ、あっち。大丈夫？見ちゃうよ、俺晴れの真っ白子。さあ、どうなんでしょう。マジか。おー、超晴れてる。やばい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 。ああ、今季が遅れた。浦摩州展望台、よかったわ。マジでエゾライダーのおっちゃんありがとうって感じですよね。あ、全部、はい。いやー、今季が遅れましたね。今季ね。まあいいや。バイク人祭りの前日ね、いろいろ話をしてた道民の人はいるんですけど、道内の人でも道東はなかなか晴れることがない。だからツーリングに行ってもだいたい曇りとか霧とかそういうのだから、いきなり行って晴れを期待しない方がいいですよって言われたんですよ。それがどうですかこれ。確かに上陸してからは洗礼を浴びたとはいえ、あの洗礼を受けてからのこのご褒美ですからね。思い通りになってしまいましたね。いや、ほんと最高。ほんと天気予報通り、バイク人祭りの後の天気が全部雨だったら、本当に元ブログどうしようと思ったんですよ。その心配もね、結構あった。マシュウコ、最初全然興味ねえなと思ったんですけどね、表から見て。だって晴れてもないとこ見てもしょうがないですからね。霧の摩周湖、うわー、これが霧の摩周湖か。つうのただの霧ですからね。よかった、晴れた摩周湖を見れてよかった。さあ、本日の最後のポイント、海洋台です。昨日行こうと思って土砂降りにあって、リベンジです。今からね、帯広向かえば多分ギリギリお店には間に合うんですけど、そう、帯広のお店はね、7時閉店がすごい多いんですって。でね、バイク議員の健太さんの話によると、6時ぐらいにはもう閉まってるんですって。まあ今からね、急いでホテルまで行って急いで荷物片付けてバタバタとするよりは、まあ明日11時からなんだ、ゆっくりしてからご飯食べるのもまあ悪くないかな。まあ襟裳岬とはね、ちょっと行こうかなとも思ったんですけど、まあまあいいっしょ。太陽台行って帯広に向かって、まあ適当に晩ご飯食べて寝るって感じかな今日は。あんまりね、無茶して行動するといろいろと不安なので、それはできれば避けたい。そう、もうね、明日帰っちゃうんですよ。明日の16時ちょっと、覚えてないけど、そのぐらいのね、苫小牧発大洗着のね、フェリー。なんかあっという間でしたね、この北海道ツーリング。全部が全部ね、北海道を回ったっちゅうわけではないんですけど、それでもなんかすごい、はい、長いような短いような、すごい濃いね、時間でしたね。あー、いや、まだもう一泊あるよ、まだ終わってないよ。太陽台入り口、そこですね、太陽台。これはすごい気がするぞ。これかー、へえ。すごい、おー、マジか。なんだっけ、330度パノラマだっけ、それなんだろうと思ってたんですよね。そしたら、あそこの雲かかってる山があるから多分330度なんですよね。はい、これが海洋台です。330度でしたっけ、ちょっと数字は覚えてないんですけど、あれが山やんね。多分あれがその360じゃなくて数字を減らしてると。海洋台名物の蜂蜜ソフト買いました。美味しそう。いただきます。はあ、
太陽台ほんと最高。あーいいね、ここいいね。うん、下りながら見れるって生かしてますよ。あー明日で終わりか、北海道。なんかあっという間だったな。さっきもね、海洋台で仕事の電話してて、なんかどんどん現実がね、襲ってきてますよ。あーなんか現実逃避してたんだけどな、この3日間ぐらいは。まあいろいろね、スケジュールの調整だったり、まあいろいろちょっとね、連絡せないかんことがあるんですよ。まあしょうがない、働かないとご飯食べられないんでね、働きますよ私は。帰ったらね。さーて、こっから今日の宿は帯広なので、帯広まで行こうかな。202キロ、3時間か。まあ豚丼も絶対間に合わないですね。あーなんかこの景色とお別れと思うと、なんかちょっとね寂しいね。なんかちょっとだけ絶景慣れしたかなとか思ったんですけど、もうしばらく見れないとなるとちょっと寂しい。でも帰りたくないなって思うってことは、そんだけいいツーリングだったってことですね。この北海道の絶景でお別れしましょうか。北海道ツーリング8日目、これで終了ですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクのロゼの深夜でした。それでは、今日はですね、9月の6日なんですけれど、昨日地震が、苫小牧発のフェリーに乗って帰る予定なんですけれど、やっぱね、ちょっと早めにフェリーターミナルに行っときたいっていうのは正直あるんですよ。開いてないね。あ、完全閉まってるわ。